どうも、田澤です。どうも、和田です。今回はね、前からもよくいろんなエピソードの中でちょろちょろ喋ってたような部分もあるんですけど、歴史というものをね、なぜ学ぶ必要があるのかみたいなところの雑談をね、しようかなと思うんですけど、ちょっとその前にちょっと雑談挟んでもいいですか？ああ、どうぞ、はい。最近僕火事のね、流れから、引っ越し、ようやく終わった。まあ。ですよね。落ち着いて、もう家具とか全部捨てたっていうか、買い替えたんで、もう段ボール5箱だけで引っ越してきたんで、ミニマリストでしょ。なんで全部買い直してるんですけど、はい。いや、2022年買ってよかったものをちょっと、もうやろうかなと思って。これ今、撮ってるのね、1月30日なんですけど、1ヶ月経ってないですか、ね、もう多分今後出てこないですね、もう。え？この1月で出尽くしてると思うんですよ。まあ、そうか、一番こう、買い物してる時期だから、ね。あ、そう。引っ越しのために。今まで結構あんまりそういう家具とか興味なかった、家具とか家電とか興味なかったから買ってなかったんですけど、はいはいはい、まあ今回いいタイミングだと思ってこう調べながら、まあ渡さんの影響もあります、やっぱ。それはね、ちょっと少なからちょっと。文化的生活の権限みたいな。権限みたいな。よく覚えてますよ、そう。ちょっと影響与えちゃってるなっていうのはね、思ってましたけど。まあ、僕の場合は、和田さんと違って、和田さんほら、あれじゃないですか、リモートワークでレコード見せつけるためみたいな、そういう、ああいうので、ね。人からの見え方が最優先での、チョイスだったり。帰りごとにレコードとか変えたりとか。いや、変えてないって言ってたら、ボケてますから。ボケてるから、全然もう、ぼかしが入ってるんで。僕は生産性をいかにこう高めるかみたいなところで、ちょっとこういろいろ考えながら、いろいろ買ったんで、したんですけど、はい。いや、いろいろ、まあ、家電とかね、家具買って、ちょっと感動したのが、お掃除ロボット買ったんですよ。お、ついに。はい。ルンバ？ルンバじゃなくて、僕買ったのパナソニックのルーロっていうやつ。あー、いやー、でも聞いたことあるかもしれない。ルーロのミニがあるんですよ。うん、はいはい、まあ、だいたいルンバとかで30センチ超えるんですよ、ね。あれ、でかいよね。でかいじゃないですか。ね、で、別に僕 1K だし、そんなにでかい必要もないし、あと、常に基地みたいなとこにいるから、やつはね。あんまでかいと邪魔だから、ちょっとちっちゃいルーロミニっていうの買って、いや、めちゃめちゃ変わりましたよ。あ、そう。生活が。これ、僕ね、お掃除ロボット、買うとなんでいいかって気づいたんですけど、やっぱ部屋綺麗なんですよ、常に。これなんで部屋綺麗になるかって言ったら、お掃除ロボットが掃除してくれてるから綺麗っていうよりは、お掃除ロボットが歩き回れる部屋を作らなきゃいけないから、必然的に部屋綺麗なんですよ。要するに物置けないからね。物置けないから、そうだからもう僕お掃除ロボファーストの部屋作りしてるから。全部、ロボが下通れるような。はいはいはい。デッドゾーンを作らないと。そう。で、絶対20センチ以上は、全部テーブルからベッドから全部下開けてるから、はい、お掃除ロボが動き回れるための部屋作りしてるから、だから必然的に部屋が綺麗にずっと保たれてる。はいはい。で、これ、ちょっと変わりましたね、僕生活が。だいぶ。いや、だから、それ、だから、相性がいいんでしょ？だから、それで言うと、田沢氏と。はいはいはい。だって、これ、普通の、ね、やからみたいな持ち主は、はい、そんなに、もう、お構いなしで物置くね。あ、そうですよね。だから、文句言うでしょ？お掃除ロボットに対して。なんか、角の段ボールとか置いてあるところで止まっちゃうとか、はいはいはい、そうですね。そういう話になるじゃない？この手のやつは、いつも。だから、僕、ロボファーストだから、ベッドの、頭のヘッドの部分のところの床が、ちょっと入り組んだ足になってて、はい、いつも僕のルーロ君が、そこで、抜き切れなくて止まるんですよ。はいはいはい。で、僕、いつも自分の手で、戻してるんですけど、だからもう、ベッド、そこ捨てましたもん、ヘッドの部分。ルーロファーストだから。ルーロが困ってるだろうと。困ってるから。そう。ヘッドのところにはなんかコンセントとかで上こう置けるものになったんですけど、あれもう捨てましたね。はい、いや、だから、相性がいいんだと思うんですよ。そのやっぱ、お掃除ロボットとの。あと、なんか、ちょっとこう、上乗り越えようとするじゃないですか。2センチぐらい乗り越えられるんですよ。で、なんか、ちょっとした、なんかちっちゃいテーブルが、足が微妙な曲線っぽい感じで、一瞬登ろうとするんですよ。ルール君が。でも登れなくて、そこでガタガタ言って止まったりとかするから、そのテーブルはもう捨てようと思ってます、ね。だって困ってるから、ルール君が。思わせぶりだからね。だって。あ、まあね。確かにね。よくないと思ったから、あれを捨てます。徹底してますね。それぐらいまで僕の心を掴んでますね。あ、そう。はい。
でもだからそれによってやっぱ部屋がやっぱりとても綺麗な状態になるっていうのはそうです、ね、やっぱ望むべきところですよね。なんかあれはだから持ち主も相手努力は必要じゃないですか。あのお掃除に対して の、 そうです、ね、そのリテラシーというか、なんか前提さやっぱりそのやっぱ物をあまり置きすぎないっていうところと、あとやっぱこう埃が溜まりやすい死角を作らないとか、そうそうそうそ う、 そう大事なねことですからね。まあコードとか下にあると絡まったりするから、ね、もう全部上上げてます ね、 ねもう。ルーロ君が困んないようにね。まあ、そうなると、すごい、コードも収束されて、その見栄えも良くなるし、うん、もう結果的に、そうですね。ね、あの、ウィンウィンですよね。そうそうそう。だから、お掃除ロボットを置くと、必然的に部屋綺麗になるっていうのが、はい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 。発見しましたね。これはだから、この UX はちょっとトリックがあるなっていう。そうですね。あの、お掃除ロボットの性能というよりも、そうそうそう、その、あの、環境維持のための、なんか、総合尊重意識じゃないですけども、なんかその、一緒に環境を良くしていこうね、みたいな、なんかその、そうなんですよ。人間とロボットが手を組んでね、こう、いいことですよ、これは。もう、このいう、こういう類のね、UX が潜んでたとは、っていう、ちょっとね、あの、まあでも、何よりのハックですよね。だって、本人が汚さないっていうのが一番、そうなんですよね。あの、お掃除にとっては、てか清潔さを保てる一番の秘訣になるわけじゃないですか。そこがこうね、自浄作用があるっていう。うん、やっぱいいですよ、なんかね、そういう意味でね。そうなんですよね。うん、ちょっとおすすめですよ。あ、それはいいですね。はい。掃除ロボットね。あ、なんかでも、らしからぬアイテムといえばらしからぬアイテムですね。なんかそういうのは自分でこう、あの、クイックルワイパーとかで、綺麗にやりそうな感じがしましたけど。あ、いや、しないんですよね。しないんで。うん。まさか僕、お友達ができました。お友達がね。うん。うんルーロくんって言っちゃってるからね。くんとか言っちゃってますね。よかったですね、でもね。そうですよね。けなげだからね、彼は。たまにあの、細いとこ行って出れなくなったりとかして、はい、めちゃくちゃ時間かけてようやく出てきたと思ったらすぐ充電の方に戻ったりしますからね。あ、本当ですか、まあ、疲れちゃったのかなって、うん。まあだからちょっとエネルギー使いすぎちゃうよね。そう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 。けあ確かに、けな、なんかあの、い、愛おしい気持ちになるね。なんかごめんね、ってね。そうか、こんなね、なんか、動きづらかったよね。うん、でもなんか不思議なもんで、あの、たまにこう立ってる時に、はい、こうルーローが動いてるのを、その、気づかず、あの、まあ、忘れてて、足元でコンコンってぶつかってきたら、おお、ごめんごめんって、やっぱなりますよ。あ、なるの、うん、あ。まあ、じゃ、嘘だよね。掃除の邪魔してるわけだもんね。ね。なんか、不思議な体験でしたね。ああ、いいね。なんかでもね、うん。はい。っていうね、ちょっと、はい。機械頼みじゃないっていうのがいいね。これやっぱ、ポイントとしてね。あ、そうそうそう。もう機械頼みだとちょっと、あれかもしれないですけど。うん。っていうね。ああ、いい話よ。はい。あと7品ぐらいあります、もちろん。いやいや、もういいです。もう、これだけ伝えに来たら、これだけ。素晴らしい。はい、素晴らしいチョイス。ベスト5ぐらいやるのかな。いやいやいや、そしたらもう、このエピソードそれで終わるから。それで終わる、もう。ありがとうございます。はい、いやいや貴重な情報、ね、いやいや、喋らせてもらってありがとうございます。で、はい、歴史。歴史の話ね。歴史ね。ちょうどね、僕は最近読んだ本で、本郷和人さんっていう歴史学者の人知ってます？なんかテレビにね、ちょこちょこ出る人なんですよね。おー。うん、なので、歴史系のバラエティとかにもたまに出る人かな。歴史学者の人が語るそのなぜ歴史を学ぶのかみたいな、ちょっと興味があったりとかして、まあ、本郷和人さんの歴史をなぜ学ぶのかっていう本が出てたんで、新刊として。まあ、なんで、まあ、この本の話というよりは、和田さんと歴史とかね、なぜ学ぶのかっていうのを、うん、エピソードとか、あればと思って、はい。あ、いいですね。はい。まあ、一応この本としては、ね、あれなんですよね、うん、過去の社会の流れを変えるような大きな、その事件、うん、一種の変とか人心の乱とかね、そういう大きな事件を、こう、5つぐらい紹介して、その前後で社会がどう変わったのかみたいなことを紹介しながら、まあ、歴史をなぜ学ぶのかを考えるみたいなテイストの本だったんで。はい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 。まあ、一番最初に紹介された一種の変なんかは、一種の変っていうと僕らの世代ってピンとこないですけど、僕らの世代は大化の改新って言った方がピンとくるんですよね。いや、そうですね。そうなってんの今。今は大化の改新じゃなくて一種の変なんですよ。645年は。それは、過去大化の改新とか、そういうのなく、はい、だから、大化の改新っていうのは、政治改革、一連の政治改革の名前が大化の改新なんですよね。はい、まあ、うよね、うん、だから645年に起こったのは一種の変なんですよ。はいはいはい。一種の変を皮切りに大化の改新が始まったって感じだから、はい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 、なるほど。今は一種の変っていう教え方してるみたいなんですよね。ああ、まあ、うん、そう考えるとそれが正しいのか。
そうそうそう。ね、うん、とかね。そういうのってでも僕らの時代と変わってるのって結構ね、わたさんも多分お子さんがこれから歴史の教科書とか学校から持ってくると今こんななってんだとか思ったりするかもしれないですね。まあよく言われるのはさ、写真全然違えみたいな。はいはいはい。はいはいはい。違う、実際違う人だったんですね。なんか僕らが見てた教科書の写真と、はいはい、今の写真全然違くなってるみたいな話よく聞くよね。鎌足りとか。あれ違うんでしょ、ね、今なんか。あ、そうなんですね。確かそうじゃない、中富の鎌足り。中富の鎌足り。中富の鎌足り、むしろ写真、僕らの時イラストはありましたっけ、なんかなかったっけ。いや、僕、特に記憶ないな。あれあれだ、鎌倉幕府。ああ、鎌倉幕府。源頼朝。頼朝。はい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 。頼朝とか変わってんでしょ。頼朝は有名だよね。まあ、僕らがあれだよね、小学校とかに見てた頼朝の写真が全然実は別人の絵なんじゃねえかっていう話になってて、写真が載ったり載らなかったりみたいな状態になってるみたいな感じらしいね、今ね。そうですね、確かに違う写真って紹介されますね、うん、今鎌倉殿の13人大河ドラマ今年見てる頃。ああ、はい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 、うん、ですよね。今それで、はい、まあ、この時代なんでね、うん、そうだよね、うん、たまに源頼朝も紹介されますけど違う写真で紹介されますよね、うん、結構だからこれ以外にもなんかよくあるっていうね。なんかやっぱり西郷隆盛の写真って有名じゃないですか。ね、あれね。あれ合成なんですよね。あれって結局西郷隆盛の顔って分かんないから、親戚とかの顔を合成して作ったんですよ。例の西郷殿の本当に僕もうおなじみのやつでしょ。もう一発目に出てくるようなお札になりそうな、そうあれ、これ親戚とかの合体させて作ったって言われてますよね。あ、そうなんだ。え、うん、これ、絵で描かれてるのこれは。いらん、フォトショップでやってるのこれ。当時の。こんな顔だったんじゃないかっていうので。あ、はい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 。推測で描かれてるって言いますよね。これ、なんで残ってないんだろうね、これ、ね。だって、龍馬の写真とかあるでしょ。龍馬ありますよね、うん。うん。でもまあね、あれもなんか、よく言われるなんか 別人なんじゃないかと。まあまあ、でも歴史上ね、ね、写真になってるけど。あ、この前だってさ、西郷さんのさ、うん、4代か5代後のお孫さんがテレビに出てて、はいはいはい、今 IT の企業に勤めてる方だったかな。それはまあ、まあいいんでしょうけどね。背が、そりゃいいです。そこは別にね、いじるところじゃないんですけど、背が高かったですね、すごい。背が高くて、で、なんか、ご本人曰く、結構、似ているんではないかっていうふうには言ったけど、細かったですよ、割と。細身でしたけどね、はいはいはい、なんかね。まあでも、体大きかったと言われたりとかしますよね、最後。うん。いや、だから、これあれか。だから、上野のさ、上野の駅にあるワンちゃんとさ、あれはだから、あくまで想像上作られたみたいな設定になってるんですよね。はい、そう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 。ね、うん、そう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 。なんか、それ聞いたことあるの。うん、うん。まあ、こんな感じがいいだろう、みたいな。ドンとか言ってるからな、みたいな、なんか、ドンっぽくしとけよ、みたいな、なんか、感じですもんね。あ、まあ、ちょっと今見たらでも、まあ、上野の西郷さんの顔は、実は本人じゃなくて、こう、合成して作られたという説がある、みたいな、そういう感じっぽいんで、うん、ちょっとまあ、実際のところは、分かってない、絶妙な感じらしいですね。でも僕が今見てる西郷隆盛の、なんか、本当はこんな顔みたいな、なんか、これ、まあ、これも本当なのかなって感じがするんだけど、すごいなんかね、それはもう全くイメージ違いますね。これなんか全くイメージ違いますね。これ誰かに似てない？これなんか、芸能人。今時のね。今時の、うん、なんだろう、これ野球選手でこの顔見たことあるんだよな。なんで誰だっけかな。ね、これ、うん、これは、まあ、実際の写真なのか分かんないけど、モダンな感じです、なんか、うん、思いのほかみたいなね。だから、ま、ちょっと、いろいろ小説あるんでしょうね、西郷さんの写真に関しては。ね、西郷隆盛はね、写真は一枚も残ってないんだっつって。あ、やっぱそうなんだ。撮影したって記録もないと。うん、で、西郷さんは写真がすごく嫌いだったんですって。うん、で、大久保利通がヨーロッパで撮った写真を送ってきた時に、もうそんな見苦しいもん送ってくのはもう情けないぞみたいな言ったぐらい、写真が嫌いだったっていう。はい、ええー。あ、そうなんだ。なんかまあ、明治政府の要人だったから、西郷隆盛が、うん。顔知られるとまずいからってことで、暗殺を恐れて撮影しなかったっていうことも考えられますみたいな、書いてますよ。なんか影武者いる説いない説とかね、なんかそういうのもあるし、確かに、それは意識高いよね。普通そうあるべきだよね。確かに。そうですね。何確かに写真を残してるわけないですもんね。チャラチャラしてんのって感じだよね。龍馬とか。あ、本当ですよね。だから、その辺龍馬っぽいですよね。龍馬っぽいよね。だって。暗殺されてるしね。だって暗殺されてるし、だってあんなさ、バレバレじゃなくて、あんな特徴的なさ、格好して。うん。ね。ブーツ履いてね。ブーツ履いて。すぐ分かっちゃうもん、あんな。
本当だよね、うん、西郷さんが正しい。それで言うとそうですね、みんなさ、なんかさ、チャラチャラしちゃってさ、うん、みんななんかもう新選組とかも取っちゃってるじゃん、なんかあの、ね、そうですね、ダメでしょ。やっぱりこう人間臭いですよね。こう、やっぱミーハーなんですよ、みんなね。やっぱちょっと取ってね、なんか。当時は最先端技術ですもんね。でしょう、うん。だって、唯一自分の記録を残せる機会だもんね。そう考えるとね。うんうんうん、それはあの孫の世代にさ、うん、孫とかさ、自分がこう会えない子孫の世代に残したいよね。ね、普通だったら。そう考えるとね、すごいよ、西郷さんは、うん。それをやらなかったっていう。うん、効果ですね。写真嫌いっていうね。そしたら、ま、なんか周りが結構、あの、絵でいじり始めちゃったっていう、なんかその、でも、後世の人が違う人の顔を自分の顔だと思い込む、ね。思い込むってさ、不幸が。結果的にそう、不幸が生まれてるっていうさ。だってあの、そのさっき言ってた西郷さんのさ、うん、あの、子孫の人なんてさ、もう西郷隆盛いじりされるから、うん、高校生ぐらいまで大嫌いだったんですって、なんか、もう西郷のことなんて、はいはいはい、もうとてもじゃないけど、教科書で見たもう見てもう本当もう開きたくないぐらい嫌いでしたね。そりゃそうだよなと思って、なんかあの写真でいじられるもんなみたいなね。そうっていうぐらいなんか変なイメージがね、ちょっと走っちゃってるね、西郷隆盛に関しては。いや、いいよね。だからこういうのを深掘れる、ね、深掘っていくっていうのは、ね、楽しいですよ、ね、本当に、うんうん、まあでもそれを学ぶことに何の意味がありますって言われたらちょっと困るんで、その話をこれからちょっとしていきましょう。そうね、うん、そこ奥ゆかしいよね。それも僕も後ろとか振り返る人ありますって言われません？なんかそれ聞いた、なんか最近流行りの、なんか流行りの語り口ですね、それ。最近よく聞くけど、それ誰のモノマネなのかちょっとわからないですけど。なんかその、会ったこともない人の顔を思い浮かべるって、それって何の意味があります？って言われたら、確かにちょっとね。確かに、ね。論破されちゃうよね。その時に、ちゃんとこう考え持ってないと、言いくるめられるんで。うん、言いくるめられるよね。そうそうそう、簡単に論破されるよね。うん、それで言うと。だから、まあ、この、僕がね、読んだこの本郷さんの本とかでも、まあ、こんなことがあるかもね、みたいな、例え話として、まあ、大学でね、まあ、そういう歴史学を学んだ人が、就職活動した時に、面接した時にね、面接官に、じゃあ大学でその、日本史を勉強されたってことなんですが、当社でその日本史はどういうふうに活かせられると思いますかとか言われた時に、答えられるかとか。はいはいはい。うん、そういうね、うん。ありますけどね。まあでもまあ、まあ、何でもかんでもそのビジネスに生かす。利害の話じゃないこともありますからね。そうそうそう。必ずしも、うん。僕だったら、まあ、日本史が逆に生かせる可能性があるっていうのはどういうところでそう思うんですかって言いたくなりますけどね。面接官に言われたら。そうですよね。確かに。うん、逆にね。逆論破。うん。だから歴史、だからそうそうそう。ついね、当社でどう生かせるんですかみたいな、やっぱり歴史ってやっぱそういう感覚になるから学んでも意味ないんじゃないとかって言いがちな、言われがちだったりすると思うんですよね。合理性がないみたいなことですか？そうそうそう。ナレッジとして。実際僕もその、この協会の人にその、僕大河ドラマとかね、好きなんですけど、うん、時間の無駄っすよみたいな言われたことあるんで、ね、おー、うん、だから結構その感覚、そういう感覚の人は少なくないんじゃないかなって思ったりするんで、歴史を楽しむことが、はいはいはい、その辺をこうちょっと、あ、なるほど、どうですかと。いいですね、これはいい議論になりそうですね、うん、やっぱりその和田さんもお子さんがいらっしゃるんで、やっぱそういうことをこう説明していかなきゃいけない時もあると思うんですよね。はい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 、でもね、それちょっといいテーマかもしれないです。なんか、ちょっとね、これいろんな切り口があるんですけど、僕はね、僕、大河ドラマが、まあ、好きなんですけど、はい、まあ、そんなたくさん見てるわけじゃないですけど、だけど、結構その僕ね、大河ドラマで出てきたその人間模様を、会社で大河ドラマを連想するときあって、この人とこういう構図とか、だって僕、例えば、大河ドラマで、例えば、黒田官兵衛を描いた軍師官兵衛とか、うん、あと、山本勘助が、その主役級で出てる風林火山とかね、うん、とかってやっぱりその軍師の物語なんですよね、うん、だから武田信玄とか、豊臣秀吉とかトップの人を描いたわけじゃなくて、その右腕ブレーンを描いた作品なんですよね。やっぱそうするとこうブレーンっていうか右腕としてトップを支えるかっこよさみたいな、はい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 、トップを支える人としての正しいあり方、人間の道みたいなやつって、うん、やっぱそう、大河ドラマを見て知ったしね、うんうん、そうするとやっぱり会社とかで誰かと仕事したりとか、リーダーがいたりとか社長がいたりした時の自分の立ち振る舞いみたいな時は結構その、それを思い出して、あの時官兵衛ってこういう考え方でいたなとかって思いながら自分もそういう立ち振る舞いしたりとかすることもあったし、それはなんか歴史とかを知ってたからこそそういう考え方になれたなとかって思ったりしたタイミングでしたね。ああ、なるほどね。まあ確かにその人間模様というか、まあおそらくだからこれは、まあ歴史書とか、その関わって、
ってきた人の、何かこう、なんかね、伝達してる文章であったりとか、書物であったりで、どこか、まあ、こう、紐解かれてると思うんですけど、やっぱりこう、歴史が動いてるタイミングって、多分すごいいろんな多分、ドラマが、あるはずじゃないですか。まあ、それがまあ多分、大河ドラマとかで、よりこう、ドラマティックに描かれて、その歴史を知らない人にも、伝わってくるというか、そこが、まあ、良さ、一つの良さだと思うんだけど、ね、なんか、例えばさ、歴史の本で、年表みたいなのがあって、何年に何が起きました、はい、戦争が起きて、ソビエトがなくなりました、うん、とか、あ、なんか、それだけで、面白いですかっていう、いや、そうなんですよ。話はあって、うん。この本郷さん、本郷勝夫さんも、全く同じことを言ってて、うん、教科書の制作に一瞬関わったことあったんですけど、うんうん、その時に、いや、今の教科書って、もう全然無味感想で面白くないじゃないですか。面白くないですよ。だからストーリーを組み込んだ、まあ、感情とかね、うん、そういうストーリーで文章とか作ったんですって。そしたら、これは教科書に使えませんって言われたんですって。なんでかって言ったら、はい、教科書っていうのは、教科書に書いてあること全部を覚える必要があるっていう作品になってるんですよ。はいはいはい、目的としてね。そうそうそう。うん、だから、教科書に書いてあることを全部覚えなきゃいけない、覚えるためのものだから、ストーリーっていうのはノイズになるから、うん、教科書としてはふさわしくないっていう考え方だったんですって。はいはいはい、はい。まあ、その意味ではそうかもしれないけど、逆に言うと教科書としてそのあり方ってなんか、ね。そうなんですよ。だからまあ、なんかその歴史書とか、その歴史をね、こう伝えるっていう難しさがまさにそこなんだと思うんですけど、単純にそのなんか、時系列で物事だけ語っても、うん、多分、それこそ多分本当にそんなに意味ない気がして、ね、多分そのストーリーを語るから初めてこう意味が出てくるところってあるじゃないですか。そうそうそう、例えば僕のね、ケースで言うと、もう僕は本当独裁者大好きじゃないですか。その独裁者の話が大好きなんですけど、はいはい、確かに。やっぱり独裁者ってすごい共通してるなって思うパーソナリティがあって、超コンプレックス持ってるんですよね。本当に人間的に弱い人間なんですよ。ポルポトも、毛沢東も、スターリンも、みんなそうですけど。確かにね。で、自分が弱い人間だから、自分より強いやつというか、脅威になるやつを虐殺するんですよ。だって自分より強いやつが出てきたら、自分のその存在意義がなくなるじゃないですか。はいはいはい、たったそれだけなんですよ。それだけのことで何千万人って殺すんですよ。だから、歴史ってもうたった一人の感情で動いてるじゃないですか。で、それが国を作ったわけじゃないですか。それを知らないと、そうですね。何も意味がないと思うんですよね。それ知っとくと、うん、例えばその、会社とかいろんなところで、その、当てはめて考えることできますもんね。うん、いや、そうなんですよ。そうそうそう。だから、それが分かると未来も分かるというか、そうなんですよ。うん。だからこれ、戦争を起こさない秘訣であったりとか、うん、なんで戦争に至っちゃったのかって、結構人の感情なんですよね。うん、そうですよね。うん。僕、戦争に関しては、だって、国民みんながね、戦争のことを勉強しなければ、うん、もう一回戦争は起こるんですよ。だから、それ、起こるというか、うん、それがなんでかって言ったら、当時、戦争を起こしたのはある種国民だったりするわけだから。そうでしょ、うん、だって同調してやったわけだから。そうん、だけど、うん、戦争とかに関して全然その知識がない人からすると、国民が戦争を起こしたなんて、つゆ報道にも思ってないと思うんですよ。絶対に軍部の暴走だと思ってる。はいはいはい、はい、うん。そうですね。そうそうそう、うん。だから僕らが自分たちが戦争に向かわせたっていうふうに勉強して、それを知るからこそ戦争を防げたりとかするからね。そうなんですよね。だからやっぱりなんで歴史がそもそもやる意義がないかっていうと、その歴史をここが過去僕ら生きてる前にいろいろあったわけでしょ、うん、それの結果が今の僕らじゃないですか。だからそれに対して、要は多分今の歴史教育のやり方って、すごい他人事として伝えてるから、そうなるんであって、うん、だって結果が自分なんだから、うん、本来自分のことなんですよ。だって歴史の一部なんだから自分も。うんうん、だから、その認識として、大変大きな出来事だったことに関しては、項目として捉えるんじゃなくて、うん、なんでそうなってたのかみたいなのは、絶対知っておいて損はないですよね。ね、だって、今も歴史は動いてるわけですから。大体のことはもう過去やってるから。やってますからね。うん、そう。だから、形を変えて、同じようなことはやってるんですよね。だから、学ぶことしかないですね。逆に言うとね、うん、本当に。過ちとかは。そうそうそう。で、本当に愚かなことの繰り返しじゃ、でも、だから、何回も同じ間違いをやって、で、今も多分やってるんでしょうけど。ね、そうすると、どういうことが起こると戦争が起こりやすいかとかも、歴史を、ね、すごい、ね。研究するからこそ分かるわけですよね。すごい分かりますよね。うん、で、やっぱりなんでストーリーが大事かっていうと、さっきね、うん、神戸さんの話もそうなんですけど、うん、結構、キーパーソンとなるやつがいて、うん、そいつ一人の影響でとんでもないことが起こるみたいな、うん、やっぱ歴史をこう振り返るとあるじゃないですか、はいはいはい、たった一人の人間の精神的な問題で何かが起きちゃうみたいな、はいはいはい、
だから全然そのミクロマクロというか個人単位の感情の話でそれだけこう歴史が動いちゃうんだよっていうのをやっぱ知った上で見た方が、まあそれは当然今後のこともそうだし、自分一人のその立ち振る舞いっていうのが、まあ与えるその社会的な影響とかっていうのも、うん、少しやっぱちょっと当事者意識は持てる気はするんですよ、うん。そういうのがあると。だって別にそのさ、ヒトラーだってさ、もうただの持れない画家だったコンプレックスの塊みたいなやつが、はいはい、あんだけの人を動かせるようになったのって、ね、もう異常なコンプレックスで、もう病的なね、うん、必要なそういう、なんていうの、野望みたいなのがあったわけだから、うんね、それ一つであそこまでいってるわけですからね。ヒトラーのことに関してもね、ヒトラーを作ったのは国民ですからね。うん。うん、選んで、そう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 、ね、あの、もてはやして。選挙で選ばれてますからね。選ばれてますよ、うん。結構イメージとしてはね、そういう感じではなかったりするじゃないですか。なんか、ちょっと独裁者の捉え方として、うん、なんか、ヒトラーが強すぎて、なんか、そう、国民を無理やり。無理やりやったんじゃないかみたいな、うん、あるけどね。違うんですよね。逆です。国民がみんなも期待してたんですよね、最初。そうそうそう。まあだからね、そういうのを知るのが結構僕は醍醐味なのかなと思ってて、うん、だからまあ哲学が入ってるんですよね。歴史だけじゃなくて。そうですね。人間のあり方みたいなのが結構詰まってるね。いや、でもあれですよ。やっぱり。でも今すぐ使えますみたいな。え、その会社とかビジネスで歴史とかどう役に立ちます？それ事業をさらに 10X させるときに、どういうふうに役立てられますか？そうそうそう。そう言われたらどうするんですか？歴史を知ってる人、知ってるからこそ人よりもいい仕事ができるみたいなとこってどういうことがありますかね？例えば、その、勉強する意味ありますみたいな言われたときに、ああ、でも、それで言うと、あえてですけど、意味がない部分ももちろんありますよね、うん。で、意味を見出せるかどうかみたいなとこで考えていて、うん、で、要は、その、本当に人物的な背景であったりとか、うん、ドラマであったりとか、単純な時系列の出来事だけじゃない一連のそういったストーリーっていうのを、やっぱりこう、読み解くことで、当然その個人の感受性であったりとか、うん、考え方の幅がもちろん広がるとは思うんですよ、ね。はいはい、だって、逆に言うと、歴史を全く知らない状態で生きていけますかっていう、逆の質問されて、それはそれで僕も答えられないんですよ、うん。歴史を全く知らない状態っていうのは何かっていうと、自分の家族のことですら知らないっていうことじゃないですか。歴史っていうのはミクロマクロで考えて、当然自分の家族の歴史っていうミクロな観点と、世界の、とか日本のとかあると思うんですけど、過去を知るってそういうことかなと思ってて、そう。そもそも過去を知る意義がないんであれば、現存してる自分のなぜここに存在してるかっていう感覚であったりとか、どうして自分はそうしたいのかっていう背景っていうのを知らずに何かをやるということになるから、結局だから自分を知らずに、自分というものをこうちゃんと理解せずに考えちゃうことになるんじゃないかなと。だからまあ自分に向き、だから歴史を知るってある意味自分に向き合うというか、歴史を見た上で自分がどう思うかとか、で自分はなぜこの日本という国に生まれて、こういう階級の社会にいて、で、それに対してどう思うのかとかっていう自分の考えの問いかけなんじゃないかなっていうのは。なるほど。思いますけど、ね。だ歴史とかそういう過去のことを一切知らないと、例えばこう、暗闇の中を、の森を駆け分けなきゃいけないけど、うん、やっぱ知ってると、その自分が進むべき方向とか、うん、そういうのが見えてくるというか、迷わなくなるみたいな。うん、だってなぜなら僕らは基本的に過去の人たちの真似をして生きてる。確かに、ね。わけでしょ、うん、だって誰かしらの真似ですよ。全てにおいて。なるほど。で、僕らが生まれて今こういう風に生活できてるのは、うん、自分だけの力じゃないですよ、はいはいはい。過去の人のもう積み重なってきた努力と、知識の結晶で今、生きてるわけで、うん、それを知らずに自分の力だけで生きてるって思うのは結構欺瞞ではないかなっていう、はいはいはい。だからそれはさっき言ってた己を知らないっていうことにつながっちゃう気がしたんですよ。自分の力なんて多分大したことないですよ。ちっぽけだから。で、歴史を知るとそれを知ることができるから。うんうんうん、自分の本来の力を知ることができるんではなかろうかと思いますけどね。なるほど。うん。おぉ。ひろゆきに響いた。なんかこの本郷和人さんって方もね、なんか近いような、なんか話を別の言い方かな、うん。自分がよく使う比喩なんですが、つって、うん、僕たちはその自分の顔を見るには、鏡に映った像を見るしかないと、うん。で、鏡を見ると初めて自分の顔がどんな風になってるかってわかると、まずね。うん、
そんで他人の顔も同時に見ると、うん、そして自分の鏡に映った自分の顔と他人の顔を比べて、あ、自分でイケメンだなとか、あ、はいはいはい、なんか俺変な顔してんなとか、うん、そういうふうにこう評価を下すことができると、うん、その比べながら評価できてるみたいな、それがいわゆる歴史を知ることで、あ、そう、同じことができるっていう、ね、相対認識、そうそうそう、うん、過去こうだって今こうだったとかね、はいはい、うん、っていうふうな表現をしてましたね。確かに確かに、過去が分からないってもしかしたら自分っていうのが、あ、そうそうそう、認識できないかもしれないね。なるほど。それで言うと人間はそもそも、渡さんこれをじゃあ今言い換えて喋っていただきます。すごい長い文で言う。こんなスマートに一言ぐらいで言われちゃったらもう、でも何も言えないですけども。でもなんか、まあ、あの、結果的に、勉強しててそう思いません？なんか、あの、なんか壁打ちしてるような感じというか、歴史を見ながら、こう、自分がそれに対してどう思うのかっていうのを。歴史と壁打ちである。お、またこれなんか、あれだな、年末にまとめられるやつなの、これ。メモされるやつなんですけど。いや、なんか、ね、そんな感じが、うん、まあ、だから面白いんだろうなっていう。うん。なんか自分ごとにしていけるみたいな面白さ。まあ、単純に面白い、好奇心のね、なんか生まれる行為じゃないですか、やっぱり、これって結構。そうですね。まあ多分、歴史を、が好きな人、まあ歴史をよく知ってる人の多くは多分好奇心で多分知っているっていうのはあるから、ね、うん、その、なんだろうな、説得できないんだと思うんですよね。だってなぜなら自分が好奇心があるから。自分がもう興味が湧いて、うん、そうそうそう、好きな状態だ。だけどやっぱりなんで勉強する必要があるかってやっぱ言われると、うん、やっぱ好奇心がもともとある人は説明しづらいんだと思うんですよね。うん、そういうことですよね。うん、あ、ただ、あの、僕は、あの、なんかその、歴史っていうくくりの中でも、その、なんていうんですか、これはいらないんじゃないかみたいな話も多分あるんだろうなと思ってて、うん、で、ただ、これはあれですよ。当然、その、個人のその好奇心の感覚の差もあるから、うん、なんか無駄なものなんて基本的に僕はないとは思うんだけど、例えばその、日本のその、歴史のさ、教科書だとさ、うん、あの、やたら、縄文時代と、ね、前半長くないちょっと。あれはそうですよね。もう昭和史とかもうなんか一瞬で終わりますもんね。そう、だから。てか、一年の中で授業が間に合わないから。後ろに持ってくるからね。そうそうそう、ギリギリになっちゃう、ね。でもその話はよく議論されますよね。うん、近代史全然教えてくんないじゃん、みたいな、うん。一番自分たちと近い距離の歴史を一番知らないっていう。そうですよね。確かに。だから、確かに縄文時代とかも、まあ、サピエンス全史的な感じで見ると、めちゃめちゃ深いなと思うんですけど、教科書の縄文時代って、深みは感じないですよね。なんか、いや、そうなのよ。うん、あ、でもこれ僕でも一つ説としてあるのは、やり方の問題もあると思ってて、はい、僕ね、遡ってった方がいいんじゃないかなって、昔から思ったんですよ。自分の今いる地点から遡ってって勉強してった方が、きっと面白いんじゃないかなと思ってて、うん、ね、なぜこれ起こったか、そうそうそう、遡ってことですね。そうなんですよ。うん、だから なんで今こっち世界中でこうなってるのっていうのが、うん、どんどん遡ると分かるっていうのが歴史じゃないですか。うん、はい、それなんか急に石器時代から始めるから、そうですね、距離が離れすぎちゃってるのかなって。確かに、だって、確かに、歴史の教科書にストーリーをいらないって言いつつ、うん、なんでその、そこのストーリーは大事にするんだって話じゃないですか。そうなんですよ。今後どうなるかを、その、時系列に押す必要はないですよね。逆にだからその、なんですかね、うん、マインドマップ的に、そういう見せ方を教科書でやるっていう方もあるじゃないですか。ありますよね。うん。うん、そうなのよ。だから、なんか、そっちの方が面白いんじゃないかなと思うんですけどね。うん、例えば、だから途中で分岐してもいいと思うんですよ。はいはいはい。そうですね、分岐する方法もあるから。うん。全部の、だから出ることにタグ付けしてって、タグで紐付くみたいな。そう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 。ね、そう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 。だから、それができると、だいぶ面白いと思いますけどね、なんかね。それ自体がすでに面白いじゃないですかって、ね、うん。うん。メモサービスっていうか、ノートサービスで、スクラップボックスってあるじゃないですか。はい。あれと歴史って相性良さそうだなと思うんですよね。あれって全部その全てのノートが無意識のうちにタグで繋がっていくっていう。あ、はいはいはい。あ、そうか。うん。歴史もそうで あるべきですよね。まあそうですよね。うん。なんかポイントポイントで繋がってて、それが大きな塊になっていくみたいなね、うん、ありますし。本当そうなんですよね。だから、それが結構世に言う歴史無駄じゃねって言われてる説の一説なんじゃないかなっていうのは、確かにね、ちょっと思ってる。縄文時代が。まあ、縄文時代いいんだよ。縄文時代すごい、僕は好きなんで。縄文時代の演出がね、そう。ちょっと問題ですね。ちょっと、投げんだよ、あのくだりなくさ。確かに。そうなんですよね。確かに、だから歴史の授業、日本史の授業って、縄文時代、弥生時代のイメージ確かに強くて。強いんですよ。なんか、のどかなイメージしかないですよね。で、なんかそう。そうそうそう。あの時代さ、平和だからさ。そうそう、無駄感ある、確かに。なんも起きないんだよな、その。あの、高床式のなんとかって言われてもさ、わかんないですよ、そうね、その。うん。
確かに。だったらね、渡さんとかだったら、邪馬台国がどこにあったかの、なんか、秘密みたいなやつとか、ね、はい、渡さんそういうの詳しいそうですもん。あ、そうですね。だから、その切り口とかだと、ね、国海の話とかね、うん、そうです、うん。日本神話の方に行っても面白いですね。そうですね。そういう意味だと、昔は、戦前は、その縄文時代だった場所が、古事記だったってことかな。昔の教科書って。昔どうなんですか？やっぱ神道というベースで考えてたら、日本書紀で教えてたんですかね、その辺ね。そうですね。戦前をだってね、教えてたんですかね。多分そうでしょうね。うん、だ天皇の考え、あり方みたいなのを教えてたんでしょ、多分ね。いわゆる広告士官ってやつですね。あ、はいはいはい、はい、うん。で、その戦後はね、まあ、変わっちゃいましたけど、まあ、マルクス提唱した唯物士官っていう、うん、もっとドライな感じになってきましたよね。はい、うん。だから天皇とかっていうと、うん、江戸時代とかって天皇の力があったイメージ全くなくないですか？ないね。江戸時代前って。ないっすよね。だけど明治時代になると急に天皇って強くなります。明治天皇急に来たよね。で、やっぱりそれが戦争の時も天皇万歳の、うん、天皇ってめちゃめちゃ強い存在になってるじゃないですか。うん、そういえば江戸時代って天皇何してたんだってすごく思うよね、本当。そう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 。あの頃はやっぱりその武士たちが強い時代だったから、一応いたっていう感じなんで、だし、天皇の存在が国民にとって別にそのどうでもよかったんですよ、当時は。うんうん、で、だけど、それがなんでその明治時代になってきて、急に天皇っていう存在を強く意識したかというと、やっぱ黒船来航あたりからなんですよ。あ、はいはいはい。で、黒船とか来航して西洋に日本を対抗していかなきゃいけないってなった時に、うん、一致団結する象徴が必要だったんですよね。はい、まあ、そうですね。その時にやっぱり天皇だってなって、うん、国民で天皇を中心として一体となってっていうところで天皇が出てきたっていう。はい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 。それがまた太平洋戦争までその流れがあるんですよね。うん、いやだから、もう、それだけ考えてもさ、めっちゃ面白いじゃないって思いますよね。うん、なんかだって、その今だから、なんで天皇って言うのとか、うん、天皇っていうのは王様なの、なんなのみたいなことを、多分みんな多分、一回は思ったことあると思うんですよ。うん、それのやっぱ、成り立ちとかを、すごいやっぱり歴史認識って、その戦前戦後のおっしゃられた通り、はいはい、結構変わっちゃってるところがあるんで、それによって多分今僕らは、そもそも歴史に興味を持ちづらい体質にされちゃってるっていう、前提としてあるはずなんで、だから、そうじゃなかった頃の時代のこととか、あとは、まあ、本来のその日本っていう国にね、うん、もう少しちょっとその興味を持ったとしたら、うん、多分すごい語れるポイントとか、はいはいはい、これなんでこうなのみたいなポイントすごい、ね、いっぱいあるはずなんですよね。うん。うん、いや、だから天皇の話がすごいいいと思いますけどね。ね、それで言うと、なんか、日本を知る。そうですね。鍵になるというか。逆になんとか天皇みたいなやつって、天皇みたいな話って、逆にもっと昔になると天皇のイメージ強くなるじゃないですか。平安時代、奈良時代とか。そうですね。なんとか全部なんとか天皇がやってたじゃないですか。水戸天皇みたいな。とか、そうそうそう。うん、それが、1221年の承久の乱っていうのが鎌倉時代になって、それで天皇がいる朝廷側と、あの頃って武士が出てきたじゃないですか。うん、で武士チームで承久の乱で戦って、朝廷側が負けたんですよね。うん、そっから、ずっと天皇の存在がなくなってた。はいはいはい、はい。江戸時代まで、みたいな。うん、なるほどね。まあ、日本はね、ちょっとこう、天皇の存在がちょっと特殊だから、他の国と比べてね、ちょっと。天皇って難しいよね。だって、諸外国、西洋とかだと王様じゃないですか。要は、シンプルに。そうですね。国の長というか。うん、天皇はちょっと違いますよね。それで言うとね。他の国は王様が変わると国が変わったりしますから。日本はね、うん、もうずっと国が変わることはないからね。ないですからね。うん、確かに。確かに不思議ですよね。うん、そうですね。まあ、僕、この番組で行く、名前出しますけど、数量政策学者の高橋洋一さん、ね。はい。あの人もよく歴史の重要さは言ってて、うん、彼の言い方、よく言う言い方としては、うん、川を登れ、海を渡れっていう勉強の仕方をするってですね、はい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 。川を登るっていうのは過去を振り返るって。海を渡れば世界を見る。だから何か深めようとしたら、うん、まず括弧を川を登って、あと同時に海を渡るっていう勉強の仕方をするって言ってますね。いいこと言いますね。わかりやすいね、それね、うん、その例えね。なんかでも、僕はなんかその歴史っていうものだけじゃなくて、なんか物事を学ぶっていうのは、そもそも結構歴史を学ぶっていうそのニュアンスはどれにも入ってる気はしてるんですけどね、数学。歴史っていう言い方するとね、ちょっとあれですけど。そうそう、うん、そうなんだよ。背景を知るみたいな。背景を知るだから。結局過去にあった知識をなんかインストールするみたいなことでしょ、うん、どれに関して言ってもそれはあるんですよ。そうですね。うん、確かにね、こう、うん、プログラミングとかにしてもね、こう、なんでこういうふうに書くのかとかね。そうですね。こういう背景があったんだみたいなね。うん、で、うん、
こういう風に省略化されてきたんですよとか、ね、なんでリアクトが生まれたのかつって、リアクトが生まれたのか、ジェイクリだとあれが色都合悪かったなみたいな、そうなんか負債とか生まれたんだよね、そうそう、うん、とかね、はい、あちょっとねっていう感じでちょっと盛り上がっちゃいました ね、 これね、はい、スタジオのお時間が来たんで、はい、ちょっと締めたいと思います。また続編期待してます。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい。